これは最近発売された 200g 未満の DJI のドローンです航空法によると 200g 未満のものは模型飛行機ということで、えー、小型のですね航空機等には当たらないそうですこれを飛ばすために必要なものもちろん本体と必要ですがそれより先に考えてもらいたいのが 損害賠償保険です空を飛ぶものである以上墜落して人を怪我させたり物を壊す可能性というのは必ずありますそのために必要なのが損害賠償保険です飛ばす時は十分に気をつけるのは当然ですが避けられない事故を想定することは当然で例えばもし被害を与えた時に 多額の賠償金を請求される場合もあると思いますその時に慌てても遅いですよね一つは DJI のドローンを購入すると1年間無料の保険に入れますこれは購入すると自動的に入るというわけではないので、えー、自分でですねウェブ上で手続きをしますもう一つが ラジコン操縦機登録証というものをですねこれは有料なんですが入るとラジコン保険というものが付、えー、けることができます、えー、これはですね趣味目的、えー、業務は除外されますが趣味目的であれば比較的安価に保険が付けられますこの保険は個人にかかってくるので え前のですね DJI の保険と違って、えー、その飛行ドローン自体にかかる保険ではないんですねただしそのドローンが適法であるつまり議的を取っている等が必要になってきます海外の通販サイト等で安く売っているものなんですが、えー、日本国仕様ではないものが結構多いので、えー、大概の場合ですね えー、この保険の対象外となってしまう恐れがあるのでよく調べておきましょうそれでは DJI に付帯してくる、えー、公認ドローン保険というものにの手続きを見ていきましょう DJI、えー、無償付帯賠償責任保険の登録ということでここに登録をします 注意すべきは、この保険は被害を与えたものだけの保険で、自損等は一切、えー、保証の対象になりません。それでは、新規アカウントを作成して登録します。必要な内容を全て記入して確認するページへ行きます。このとき、同意します。個人情報の取り扱いですね。同意して確認です。 確認して内容に誤りがなければ、登録をククリックします。登録したメールアドレスに認証コードが、えー、送られてきますのでこれを入力して認証させますここに注意事項があるのでこれを全て目を通してチェックを入れて登録手続きを開始します ここで機体の種類と製品番号を入力します製品番号は外箱に書いてありますこれがないと入れません登録が終わるとこの PDF が開くので、えー、これはですね保存しておいてしっかり読んでおきましょうもう一つのラジコン操縦士の方は こちらのホームページを見てですね、ラジコン操縦士の検索で出てきますので、えー、ここの内容をよく読んで、これに従って手続きをしてください。えー、誰でも手続きすることができます。えー、2年間有効で4500円となります。きちんと備えて飛ばすようにしましょう。